Hola, ¿qué tal? はい、じゃあ今日もスペイン語を勉強していきましょう。今日は、スペイン語でじゃんけんができるように、していきたいと思います。スペイン語じゃんけんね。グーチョキパあると思いますが、スペイン語ではそれぞれ意味がついてます。じゃん。まず、グーね。グーは、この一番上のピエドラ。ピエドラは石という意味です。グーは石という意味。スペイン語ではね。で、真ん中、こっちでパペル。パペル。パペルは、紙という意味です。これはパーです。OK? で、最後、一番下、ティヘラと言います。これはハサミ。チョキはハサミという意味です。スペイン語ではそれぞれ意味がついて、じゃんけんをします。どういうじゃんけんかというと、ピエドラ、パペル、ティヘラ、みたいな感じで、グーチョキパーを出していくと。ピエドラ、パペル、ティヘラ。ピエドラ、パペル、ティヘラ。OK。これを、言ってきます。じゃあ、今日はじゃんけんで、終わりましょう。いくよ。せーの。ピエドラ、パペル、ティヘラ。コーチはパーでした。サザエさんで。ではまた会いましょう。アスタルエゴー。